エウピュピロスはギリシア神話の登場人物で同一の名前の人物が何人か存在する。その中で最も有名なのはトロイア戦争に参加した二人のエウピュピロスでカズとは赤いア勢でもう一人はトロイア勢として戦った。このエウピュピロスはテッサリア王でエウアイモンとオーピスの間にできた子。ヘレネーの求婚者のアカイア勢の一人でトロイア戦争では テッサリアヒ人の船40隻を指揮し、最も大きい艦隊の一つだった。戦闘では、勇敢に戦い、ディオメーデースやダイアイアース、イードメネウスに並び、しばしば最も優れた戦士として数えられる。ホメーロスのイーリアスでは、彼はヘクトールと一騎打ちを受けようとしたが、くじ引きで挑戦者を決定した際に外れたので、かなわなかった。 ダイアイアースが激しい戦いの中で負傷し、撤退を余儀なくされた際は、ダイアイアースを守りつつ戦い、アピサオンを撃ったが、パリスの矢にいられ、モモを負傷した。その戦闘時には、他の有名なアカイアの戦士も傷を受け、撤退するところであった。エウルピュロスの傷はパトロクロスが手当てをした。その時エウルピュロスは彼に、アキレウスが戦闘に参加するのを拒んでも、 パトロクロスは参加するように説得した。エウルピロスはトロイアの木馬作戦で中に入った一人であった。エウルピロスはトロイア戦争を生き残った。その後の運命はパウサニアスが次のように描写している。戦後、略奪品として大きな箱を手に入れた。それはアイネレアースがトロイアから逃げる際に捨て置かれたものであったという。別の話ではカスサンドラーによって、 赤い矢勢で誰か箱を開けた者への呪いをかけられ、恋に置いていかれた。その箱はゼウスがトロイアに送ったもので、箱の中にはヘイパイストスによって作られたディオニューソスの幻影が入っていた。エウルピュロスが箱を開けると気が狂った。世紀に戻る時もあったので、彼はデルポイの正育に赴き、狂気を治す方法を聞いた。巫女が言うには、 波ならぬ犠牲を捧げる人々を見つけ、そこに住めということだった。やがて彼はアロエに来ると、そこで人々が少年少女をアルテミスの生贄にしているのを見た。それは、コマイトを止めら、人々はエウルピロスをかつて予言された指導者だと認識した。というのも、予言者は異国の神の姿と文化をもたらす者が来るとき、生贄はやむであろうと言ったからである。 この後エウルピュロスは正気を取り戻し、アロイの人々は少年少女をイケを出す必要がなくなった。彼の墓はその町にあり、このことがあってから人々はデュオニューソースの祭りの際に彼に犠牲獣を捧げた。エウルピュロスを殺すネオプトレモス子のエウルピュロスはトロイアゼーでテーレポスとアスティオ系の間にできた息子。つまり父方ではヘーラクレースの孫。 母方では、ラオメドンの孫である。しかしアスティオ系は、彼の妻であると書いているものもある。ホメロスによると、彼は、メムノンに次いで、最も美男子であったという。トローヤ王、プリアモスの求めにより、アスティオ系は彼に、黄金の武道を送り、ミューシア人とケテイア人を指揮して、戦争の最後まで戦うように説得した。プリアモス自身も、また、彼に、 様々な高価な贈り物をし、カッサンドラーとの結婚まで持ちかけ、トローヤ軍に協力するよう奨励した。その結果彼は戦争で勇敢に戦い、マカオーンやニーラウスを含む多数の敵を殺した。しかし最後はネオプトレモスによって殺された。マカオーンはアスクレーピオスの息子なので、ペルガモンのアスクレーピオスの神殿では、 エウルュピロスの名を唱えることは禁忌とされた。ありがとうございます。